ブノワ・ペータース、2010年、ブノワ・ペータース、ラ・ビブリオテック・デ・ビレルという2冊のルーボー・ロマン風の作品を発表している。彼の代表作として知られているのは、幼馴染であるベルギーの漫画家、フランソワ・スクイテンの作画による、バンド・デ・シネ、闇の国々シリーズである。1983年に、第一作、サマリスの壁が発表され、現在も観光が続いている。 漫画原作者としてはその他に、フレデリック・ボワレとの共同制作、ラブホテル、東京は僕のには、ユーターン、マリー・フランソワ・プリザールとの共同制作による、ロマンフォトと呼ばれる写真漫画などがある。バンドデシネ研究家としては、これまでに、タンタンの冒険の作者、エルジェに関する研究書を3冊出しているほか、ディエリ・グルンステンとの協著によるロドルフ・テップ・フェールに、 関する研究やバンドでシネを読むなどの理論的調査を発表している。映像にも興味を持ち、これまでに3つのショートフィルムを制作しているほか、いくつかのドキュメンタリーフィルムも制作しており、闇の国々関連の映像作品もある。2010年にはフランスの哲学者、ジャック・デリーダの初の電気を観光した。ありがとうございます。